原田さん、はい、組合長にお話をお伺いするんですよね。今組合長いてもここなんか農園というか、行ってみましょう。行きましょう行きましょう。まさか組合長この中にいらっしゃる。ちょっと待っていらっしゃるわちょっとこれすごいシュールな感じですね。すこれ、組合長でいらっしゃいますか。すいません、あ、はい、こんにちは。どうもこんにちは、よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。よろしくお願いします。改めまして、はい、組長お名前を自己紹介いただいていいですか。お願いいたします。はい、兵庫6校の吉田康郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉田さん、組合長は畑に出る時もスーツで、うん、ああ今日はねこれ天気に来たんですね、はい、仕事する時はちゃんとなんか着てびっくりした。このスーツ、ね、今日はしっかりやったかどうか見に来たんですよ。天気ってお話でしたけど、はい、ここは何になるんですか。ここはね、はい、兵庫6校は夢ファームって言うんですよね。夢ファーム、若い人が農業に取り組むために農協で作った研修施設でしてね。なるほど、はい、ここで栽培されてるこれはイチゴですよね。ここイチゴとトマトありましてね、下ではトマトやって、ここはイチゴですね。すごいです。めちゃくちゃ広いですね、これ。すごい敷地ですね。これで1200平米ぐらい、うん、すごいですね、うん、本当にすいません、お仕事中に今日は。ありがとうございました。ありがとうございます。少々お話を伺いさせてください。はい、こちら JA 兵庫6校なんですけど、うん、どういった館内なんでしょうかね。8市1町という広い館内ですね、うんうん、県内のね6割の人がおるんです。330万人ぐらい、うちの館内住んでおられます。すごい館内ですね、うんうん、いろんなものがあると思うんですが、はい、その中でも、まあ、美味しいものってなると何になりますか。いや、それはもう春はものいちごですね。もう全これ私の館内全部に各地にありますんで、館内全各地にイチゴ、もうイチゴいっぱいあります。そんな中、私たちも農業を応援するということでやってるんですけど、なんかこう、まあ、イチゴに関して、はい、まあ、私は食べるっていうのもすぐ今すぐでもお手伝いできそうですけどそれ以外の部分も含めてなんかお手伝いできることってありますか。ぜひね、今日ねここでねイチゴね3つの日作っとるんです。はいはいはい、ぜひそれ食べてくれてもでね、はい、これが美味しいって言うてもらって嬉しいね。ちょっと待って、すごいラッキーや。待っていっていうか、もう食べてください。うん、もういちご姫やもんな。はい、すいません、どうもいちご姫の本田夏子です。ほんまに。え、私じゃあ今回のお手伝いはまず食べて美味しさを伝えればいい。それを皆さんに伝えてください、はい、あと生産者とか行ってもらって、まあ、いちご狩りもやってますんで、はい、いちご狩りのとこ行ってもらって、ぜひその生産者の苦労も聞いてください。それと直売所も行ってくださいね。直売所もやっぱり、あ、やっぱり直売所も行ってもらって、直売所でどなし売れたのかなと見てほしい。直売所に行くこと、そして生産者の方、はい、いちご狩りやってるところに行くこと、はい、そして今からはじゃあちょっと、あ、食べてください。ここの3つの品種も見させてもらいましょう。じゃあ一番奥から行きましょうかね。奥はね、秋姫は思いますね。あの秋姫、あの上にこう、うん、看板というところがありますあります。こちらが秋姫ゾーンとなっております。はい、今日はでもなんかこう赤い実が少ないんですけれども、ごめんなさい、さっき収穫したとこですね、申し訳ないです。さっき収穫したということで、こちらが収穫後の秋姫でございます。綺麗ですね、本当にすごい綺麗ですね、うん、大粒やし。でもちょっと久美ちゃんこれ持ってて、はい、なんかね、ここにね、食べれそうなのあるわ、はい、食べてください、どうぞどうぞ。これいいのができてます。ちょうどね、収穫したとはいえ、はいはい、見つけました。お食べください。お食べいただいていいですか。じゃあ、ちょっとまず秋姫のお味をね、はいはいはい、甘い、すごく柔らかくて、はいはい、みずみずしいのはもちろんですけど、甘さがもうたまらない、うん、こんなに甘くていいんですか秋姫。ありがとうございます。こんな甘い、これが秋姫の特徴。じゃあ続いてのゾーンに行きたいと思いますよ、はい。おいしいベリーですね。おいしいベリー、ここですね。これこれです、これです。こちらがおいしいベリーコーナーでございます。これいっぺん食べてください、まあ、感想を聞かせてください、うん、おいしいベリー、おいしいベリーいただきます。うわ、これまた全然秋姫と味が違う。ちょっと酸味がプラスされて、うん、よりフルーツ感が増しますね。すごくおいしい。さすが。どういうこと。これね、うん、おいしいベリーで C だ、C、はい、ビタミン C の C です、はいはい、C がね、普通のイチゴの、ね、1.5 倍あるんです。うわ、だからものすごくね、美しくなれたり、ビタミン C を取れるんです、いっぱい美しく、ますます美しくなれます。食べるしかないな。とてもおいしいでございます。これが2つ目の品種、はいはい、これ新しくね、今これもう1個の今試作しとるんですけど、
こちらがもう一個ゾーンでございます、はい、もう一個ってあまり聞かないよ ね、 珍しいですよ ね、 そうね。僕は味的には一番美味しいかなと勝手に思うんですけど、まあ、ぜひ一遍食べてください。これはまだ収穫してないんでいっぱいあります。組合長がね言うんだから、はい、もう好きなだけ取ってください。どうぞ。ちょっとどれにしようかな。いっぱいあります。2個取ったから。気づいたら両手に持ってる。あ、俺の分やな。そうです、ね、ターザンさんの分にし てでもな、どうしようかな、じゃあこっちあげる。あ、でもこっちも立派や。じゃあいただきまーす、はい、おいしい。これ甘み酸味もちゃんとあるんですけど、うん、いちごってこれよね、これ求めてきましたっていう感じ。フレッシュですって組合長。やっと仕事できましたね。フレッシュ出ました。やっとできました。3種類食べさせてもらいましたけれども、うん、はいはい、全部違う美味しさがあって。そう、ね、あ、今日はちょっと美味しいベリー食べたいな。今日はすっごい疲れて甘みが欲しいから秋姫行こうかな、うん、今日はちょっとこうご褒美的にもう一個行こうかなみたいな、うん、ね、食べ分けれますもんね、自分のテンションによってね。いいこと言ってくれるから、ぜひそれもぜひ皆さんに広めてください。今広めてます。今が広めてる時でございます。任せてで、組合長、はい、まあ、今ね、ここの施設のこの3種類食べさせてもらったんですけど、いちご狩り、うん、これはどこにあるんですか？この近くにね、はい、有野町というところにあるんです、はい、二郎でも非常に古くからね、はい、いちごをずっとやられて苦労を聞いてあげてください。喜んでください。そうですね、はい、そうですね、はい、まあ、もちろん美味しいいちごを伝えるのはもちろんだけれども、作るにあたってとか、そう、苦労もされているということで、そんなお話もじゃあ聞きに行ってきますね。はい、お願いいたします。はい、組合長ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。